First Order got wind of an artifact here in Takodana, and they're sure to do everything they can to get it. Protect the package and do not let it reach the extraction. 今回ね、ストライクっていうモードでプレイします。なんか16人だから8人対8人の対戦なのかな？なんか、うん。乗り物とかはないんだよね。もう歩兵だけで、まあ、オブジェクト持っていくみたいな。なんだこれ、キャプチャーザフラッグかな、要は。はい、ショットガンで倒していく。キャプチャーザフラッグみたいなもんかな。青いってなんだよ。青いアイコンのとこにあるやつを、まあ、相手陣営は持ってって、それをなんか所定の場所に持ってったら勝ちみたいなね。サクッと試合が決まっちゃうかもしれないルールでございます。で、これをプレイしていく。でね、なんか、これ、場所が、なんだっけな、おばちゃん、メガネのおばちゃんの場所なんだよね。何言ってんだ。メガネのおばちゃんでしか覚えてないんだけど、名前忘れちゃった。そう、エピソード7で、なんかやってくるところでね、地図を、ルーク・スカイウォーカーの地図を探しにやってくるっていう、めっちゃ裏から倒してるし、とこなんですよね。で、ここさ、バーなのかな？このバーのね、とこでね、いろいろなんか、レイが、ライトセーバーとかをゲットする場所でもあるんですけどね、なんかいいっすね、この場所。この地図か、この雰囲気がね、すごくいいっすね。奥にいるやつを、撃つけど、ちょっとね、遠すぎる。ちなみにキャラこれアサルト使ってるんですよ。また後ろ見てるし。あ、全然当たんね。ダメだ。遠いとダメだな。これは。遠いと全然当たらないっすね。あ、もう撃たれてるんで、ちょっと逃げちゃおう。まあ、あそこひたすら守ってりゃいいんでね、初めのうちは。さあ、ここ開けて出てくけど、ちょっと見られてっかな。さあ、こっちから出てって、もう一回。端が、おっと敵がはい、倒す。後ろから回り込んで、敵を、あ、上にいたな、今。あ、見えてる。走って。はい、ショットガン。強いね、これ。これほんと強いわ。マジで。やばい。ちょっとエリア外なんだね。はい、撃ってく。あ、マジか。もう一人いたか。そう。さあ、これなんだ、このなんかキャラがね、違うんだよね。つかほら、ストームトゥルーパーがかっこいいエピソード7のストームトゥルーパーなんだよね。かっこいいね、あれ。さあ、出てこい。かっこいいストームトゥルーパー出てこい。で、こっちのキャラがいまいちよくわかんないんだな。これなんか、ローグワンかエピソード7の兵士なのかね。いた！うわ、かっこいいわ。かっこいいわ、ストームトゥルーパー。あ、やられた。いや、だけどかっこいいから許す。いや、いいね。顔いいよね。さて、ロケットジャンパー溜まったんでね。なんかこれはね、ボバフェットと違って、Q と E でね、まっすぐ飛ぶか、上から飛ぶかみたいな選べて、で、さらに、E ボタンで、ロケットランチャーを打てるみたいな。キャラですね。まあなんか今回ね、このモードだとヒーローってのが使えないんだけど、こういうなんか微妙なヒーローなのかわかんないけど、このキャラもね、よくわかんないんだよね。まあローグワンっぽいんだけどよくわかんないです。まあ使ってこい。結構威力も強いんだよね。ほら、こんなピシュンピシュンってすぐ敵と溶けてくからね。もう敵がバターのようだ。これチュン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 を簡単に倒せるでしょ、これ。もう最強ですよ、このキャラ。もうこれだけでね、無双できるポテンシャル秘めてるんでね。もうポイント溜まったらこいつを使いましょう、みたいな。あ二人がかりで攻められたらね、耐久力はそんなないんだよね、このキャラ。さあ、また気を取り直して普通のおじさんを使っていく。やっぱね、歩兵戦モードはね、なんか FPS やりまくってるせいか、ちょっとね、慣れてるポイント稼ぎはね、得意ですね。さあ、横から攻めて、あれこれ、あれじゃねなんかもう、オブジェクト1個取られてますね。あそこを守ってたんだけど、取られたんで、要するに、今後はもうなんだ、後ろの脱出ポイントに行かないように、負けてしまった。行かないようにすればいいみたいな。で、荷物持ってるやつを倒すとは、落とすんだよね。だからその落としたやつを守って、一定時間ね、今その状態だね、縦マーク。ゲージを全部なくすと、また、一番最初の位置なんだっけ、あのメガネのおばちゃんのお家にね、戻るんですよね。さあ、今回は裏を取っていこうかな。なんかこれあれだね、バトルフィールドみたいだね、このマップ。バトルフィールドの森マップですね、これ。上から撃っていく。いや、集団性悪いっすね。まあ、サブマシンガンっぽいからな、これ。あんま上から叩くのも良くないかもな。しかも場所バレしてるし、位置バレしてるんでね。なんか本当になんかバトルフィールドだな、このマップ。このマップだけ見ると。森マップでこんなだったよね。変わらんしょ、俺。おじさん。ほら、倒した。司令官を倒して。はい、ストームトゥルーパーも後ろから撃っていく。で、いるね。白いのいるんでね。ちょっと近づいて、撃っていくよ。はい、倒す。いいね。さあ。周りに敵がいないかを確認して、ディフェンスポイントを守っていく。あ、いた。あ、ボム投げて、ちょっと回避。後ろに下がって。お、ボムで倒したね。おっと。はい、ショットガン強い。あ、これやっぱ強いね。はい、で、この司令官。なんかターキン総督みたいな司令官を倒していく。さあ、量産型ターキン総督を倒した後は、ディフェン、もうこれ守りきれるんでね、また相手のね、メガネおばあちゃんの家に戻るんですよ。ほら、あそこ遠くにね、縦マークがついて、おばあちゃんの家に戻ったんで、ちょっとずつ攻めていく。さあ、敵がいないぞ。後ろから回ってこうかな。あんまこっちの敵出てこないんでね、ちょっと進んでいきましょう。で、敵が荷物を持って進んでいるのがね、わかりますね。マークが出るんだよね。あのマークを止めるために我々は、速攻やられてるし。さあ、あれを守りに行くぞ。横から、距離を詰めていく。波状攻撃をする。で、いるね。いた。かっこいい。ストームトゥルーパーかっこいい。手前にもいる。ちょっと、やばいな。一回逃げよう。なんか一人倒したっぽいけど。さあ、逃げて。で、上から攻めたいが、敵の姿が見えない。いた。はい、背中を打っていく。ちょっとダメだ。やばいな。下がろう。前線上がりすぎるとね、ろくなことにならない。ダッシュして、逃げて、空中でやられてしまう。で、ポイント溜まったんでね、ジェットバックのお姉さん。まあ、この人誰かわかんないけどね、ジェットバックのお姉さんを使っていく。さあ、ジェットバックお姉さんで、このやっぱロケットランチャー強いんだよね。あと、普通のメインが強すぎる。はい、ロケット当てて、当たらない。このね、チュンチュン銃が本当に威力が高いっす、これ。高すぎ。相手が本当にね、溶けていくんですよね。これを使って、倒していく。はい。ほら、荷物落として、あとここを守って、ゲージを空にすれば、おばあちゃんの家に逆戻りだ。どうしよう、これ。ジェットパック使って、距離を飛ばしつつ。いや、もうね、威力じゃ負けないからね、これ。すげえな、ジェットパックお姉ちゃん。さあ、飛んで、回避もお手の物。はい、飛んで、上にいる、かっこいいストームトゥルーパーを撃っていくが、見失う。ちょっとね、ロケットランチャー当てたいっすね。まだこれ当ててないんで、一発も。さあ、今適当にチュンチュンしてるけど、奥にいるね。はい、ここでロケットランチャーを打ちたいが、敵影が見えない。どこだで、もうメーターがなくなるんでね、また荷物、スタート位置に戻っていく。いた。ほら、ロケットランチャー、木に当たる。はい、チュンチュンして、ちょっと一回逃げようかな。せっかくなんで。これ死ぬのもったいないんでね。はい、ジャンプして。いた。はい、チュンチュンしていく。いやー、この銃ほんと強いんだよな。なんかアサルトのメイン武器のサブマシンガンみたいなんだけども、あれと比べたら威力がもう段違いだよね。すげえ強い。近距離で打ったら絶対打ち負けないだろうみたいなね。上にいるから。取ったけど、やられたかな、あれは。さあ、横から攻めていく。びっくりした。なんだ。すげえびっくりしたんだけど。横。いいね。これ、いい位置取り。L 字取って、横から敵を溶かしていく。さあ、いた。ちょっとやばい。こういう時にね、ジェットパックを活用して、一気に距離を取っていく。で、逃げてね、ちょっと経てばね、ライフ、自動回復するんで、こうやってね、キュイーンって回復して、はい、ロケットランチャーを片手に。すげえみんな守ってるね。いた！ロケットランチャー撃って。当たらない。まあ、チュンチュンしてるね。はい、元旦と出てくる。いいね。あそこの、そこの白いのチュンチュン。よし、奥。はい。あら、当たんねえな。で、距離を離す。完璧ですね。つか、もうあと9人倒せば勝ちじゃん。さあ、ガンガン行くぞ。このロケットお姉さんやっぱ強すぎるわ。ほんと強い、これ。まあ、ロケットってよりも、まあ、ロケットも強いんだけど、回避できてね。この、メインが強すぎるんだよね。さあ、来い！はい、ロケット当てて。で、メインで、敵を探すけど、見つからない。ひよってるかな。あ、いた。はい、当てていく。下がって。お、持ってるけど落としたな。なんか倒した。切り出し入った。はい、下がって。まあ、これはもう大丈夫かな。さすがに。さあ、残り1人。いるか？いたあいつをやる。はい、倒した。オーバータイム。さあ、ここからオーバータイムのゲージがなくなるまでにね、防衛できればこっちの勝ちなんでね、頑張っていこうと思います。はい、メイン打って、倒していく。11プレイヤーキルストリークだって。さあ、上かな？あ、やばい。これはね、このブースト使って下がりつつ、はい、ロケランを打っていく。当たんない。上の方にいるかな？この上にさっきいたんだよね。これよく敵が出てくる。あ、いた。ちょっとあれじゃねえな、メラホン。あ、ターキンスお得のレプリカみたいなやつ。さて、倒して。オーバータイムのゲージが、いた。あいつやれ。下にいる。はい、倒す。さあ、もうちょっとでオーバータイムのゲージがなくなるぜ。上行って、上から、上にいない。あ、いた。あいつやってく。さあ、残り、もうちょっとだ。いるかな？いた。あいつまで倒していく。よーし、勝った。まあ、これはなんかもうすげえ無双したな。ジェットパックお姉ちゃんほんと強かったな。まあ、なんかちょっと無双しすぎた感はあるけどね。なんかジェットパックほんと強いんでね。これ、入手できるようになったらすぐに使ってください。つまり MVP 総取り。はい、ということでね。次は帝国側でやりたいですね。ストームトゥルーパー新型、すごくかっこいいんでね、あっちでプレイしていきます。